皆さんどうも、ピーマンです。今回は男気物語実況7回目になります。ぞい、今回は中日戦ではなく巨人戦をプレイしていくからね。本日は田口との投げ合いですね。ルーキーに負ける男気なんていらないよね。そんなものは捨ててしまいたいからね。必ずこの試合勝ってですね、今季2勝目を挙げていきたいと思います。前回中日戦の登板は8回投げて0失点。完璧なピッチング内容でしたからね。このピッチングを巨人戦でもできればいいなと思っている。難しい話じゃないだろ。じゃあ今回戦う巨人打線の成績を見ていきましょうか。どんな感じ？はい。おお、現在のチーム最高打率は3割1分6だ。阿部か、おいおい、全盛期か。ホームランも4本、素晴らしいね。で、阿部以外は3割はいない。おお、坂本2割0分8厘、壁2割0分7厘。いやー、雑魚い。本当に、落ちぶれたもんだな。今の巨人には落ち武者しかいないね。ハゲと落ち武者しかいないわ。これは余裕ですね。OPS で見ていくと、警戒すべきバッターは阿部、そして長野。この男も全盛期っぽい活躍してるな。ただそれ以外は OPS 全員6割、7割切ってますからね。いやいや、この2人さえ警戒しとけば怖さはないと言っておきましょう。坂本も今や落ちた選手だ。やはり鳥谷には勝てないことが分かりましたね。それはゴールデングラムもベストナインも鳥谷に全部取られますよ。誰がこんなクソに投票するんだよ。教えてくれよな、みんな。いやー、阿部がやっぱ打撃好調。恐ろしい成績だもんね。男気はでも抑えるんだよ。さて、相手ベストオーダーはこんな感じ。調子いいバッターが5番から7番続いてますが、完璧に抑えてこう。しゃぶや男気見せます。本日もね、イケメンだろ、みんな。ファンも女性ファンが大量に増えてる男気ですからね。ウハウハですわ。さて、リードオフマン立岡ね、これから巨人を担うバッターになっていくんじゃないかな。この選手もね、今季は3割打ってますよね。確か記憶によれば。はい、いきなりスローカーブ。カーブね、普通の。いいとこ決まった。ここ決まればね、もう打てるバッター全盛期の一郎くらいじゃないかな。いや、一郎でもスカブリかな。うん、打てないね。立岡君は打てるわけないもんね。うん、大丈夫だよね。はい、ナイスロペス、ナイスロペス。オーマイガー、男気物語では本当ロペスのファインプレーが目立つ。男気以上に目立ってるから、もうロペス物語に変えていこうかなと俺は思ってるんですけどね。いや、素晴らしい。ありがとう。いきなりこのファインプレーか。本当に今、ちょっと漏らしましたね。うん、いろいろと漏れたものがありますよ。うんこもしょんべんもね。おならも、下痢も、いろいろと垂らしまくりですけどね。部屋中臭いんですけど。助けてくれ、みんな。一周というか、なんか放ってるね。はい、これは抑える。なーにー、打っちまったな。男は黙って、スプリットボール。振るやん。言わせないで、振るやんって。俺も言いたくないのよ。振るやん、絶対振るやん。振らないわけないやん。はい、三振。はい、おった、たた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 。はい、通れ、ツーアウト。ふぅー、ナイス。素晴らしい打球反応でツーアウトですね。これも男気だからできたこと。他のピッチャーだとね、情けなく後ろ後ろ足で、えんえんえんと泣いてるでしょうね。はい、坂本抑えた。うわ、もう簡単に抑えた。え？え？ロッペス？ロッペス？今の打球は取れない。ロッペス、嘘だろ。わー、坂本にヒット。まさかの展開だね。あんな感じで抜けていく打球なんて、なかなか見ることないけどね。いや、もうここは、阿部との勝負ですね。坂本は放置しとこう。あんなやつ走ってどうぞ。走るなら勝手にどうぞ。この打球は、はい、これもロペス。阿部だったら弾いてる。阿部だったらもう貫通して死んでるね。救急車出てくるからね。すごいことになってるよ。ただこれはロペスだから取れた。すごい野球だったけどね。よっしゃ、1回0。で、援護くれる？まさかの1回からくれる？レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー、来た、絶対。はい、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 イエス。イエス、イエス、イエス。まだまだ、イエス。イエス、あ、ワッツ。3点は最低条件だと思うけどね。この流れで取れない。いやいや、いいでしょ。これは珍しいことが起きたぞ、みんな。こんなね、早いイニングから2点くれるなんて、本当に人生で1回か2回あるかだよ。おっと、痛烈なだけ、しかし続くを取って、アイワンガウト、ありがとう。いやいやいや、本当にこれはもう感謝したいね。素晴らしい、素晴らしい。これもう、あと抑えるだけの簡単な話だから、もう何にも焦ることないよ。焦りがなくてびっくりしてるね。簡単すぎるわ。期待に応えていこう。
やっぱ前回の試合で横浜の野手陣とこの信頼関係というのが結ばれた感じがしたね。本当にリスペクトされたね、前回の登板で。それまではなんだ男気、男気かっこわらとか多分言われてたと思う、陰でね言ってたと思うんだけど、そういうのが今なくなってるんだな。はい、三振、グッバイ亀。打てないのなら振るな、振るならやめろ、バット置いてけ、箸持ってね、打席に入れ、そっから始めよう。はい、もうルーキーに打たれるわけない、クソみたいな凡退だな、やめとけ。お前もまた太田みたいになるからな。全然巨人で若手なんて育たないから、他のチームで取ってこないと強くならない球団ですからね。巨人ファンですけど、それは自覚してますから、全然強くない。おおお、カモン、はい来た、はい来た、はい来た、グリエル、グーワー、あー、グリエル打たないとダメじゃん、打たないのな、打たないのな、何しにここに来たんだ、これな、来なくてよかったね。よっしゃ、3回の表のマウンド、8回の小林からね。まあちょっと坂本不運なヒットを浴びたけどね、取れるんじゃねえかなと思ったんですけどね。まあそれ以外はね、いい打球こそ浴びてますが、全部野手の真正面飛んでるんでいいでしょう。はい、三振、なんじゃこいつ、早すぎた、びっくりした、誰よりも簡単に抑えられたわ。幼稚園の子でもお前1回は当てれるぞ、1回は振るだろうね。振ることを放棄した人間に明日はないからね。自分のチンチンでも振っときゃいいんですよ、申し訳ない、意味不明だね。さて、あと1球。はい、OK。あ、ワッツ！いか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 ！嘘だろ、嘘だろ、はい。いやいや、さ、危ない、内野安打もあるとこだったよ、田口。てめえやりやがったな、ボケ。もし怪我したらてめえどうすんねんちゅう話だけどね。あっぶね、内野安打になるかというとこでしたが、アウト。よし。で、ここから打者2打席目が入るからね、2打席目になりますから。まあ、これも何の焦りもなくですね、投げていくことが、当然大切になるよね。簡単、すごく簡単、簡単すぎて簡単。はい、3回もゼロですよ。いやー、これはちょっとイージーな試合ですね。イージーすぎて面白くないですね。はい、3点目ありがとう、素晴らしい。横浜という球団は今後世界を代表する野球球団になるでしょうね、間違いない。男気が言うんだから間違いない。さて、こう防御率2点台も来てますしね、 2.98。 はい、この打球グリエル取って、はい、ワンアウト。リズムリズムリズム、もう今日はポンポンポロンポンポンとね来てるね、すごすぎる。このリズムでまだまだ行こうよ。坂本かだね、今日は調子も悪いし、これもアウトだし、クソみたいな凡退だし、はい帰れ、走るな走るな、もう歩け歩け、もう走る、そのままベンチ走、戻れ。そしてね、もうファースト行かなくていいから、そのまま走って、もうベンチ戻りなさい。どうせアウトなのは分かってるだろう。はい、無駄をなくしていこうよ、巨人さんよ。どうせ打てないんだから、勝てないんだから。はい、オッケー。簡単すぎるね。で、最後はスプリットで終わりかな、終わっちゃうのかな、じゃあカーブボールいっちゃおうかな。これどうすんのかな、阿部くんはどうやって対処してくるのかな。はい、振らない、いいね。ナイス制球が。素晴らしい。褒めてあげたい。敵ながらね。でもこれで終わるんだよね。はい、終わりました。ありがとうございます。石川取って。はい、4回もパーフェクト。いや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 い。止まらないぞって。最高のピッチングだぞって。もうどうすんのって。まだまだやっちゃうよって。当たり前でしょ。にって。今日は絶好調。本当に止められない男気だね。このシーズン3で一番いいピッチングしてるかもしれないね、今日が。はい、OK。そうですよね。うわっ、この打球はどうだ、田村追いつく、あぶねえ、かなり深いところまで飛んでる。やっぱ長野は警戒だね。今絶好調だし、OPS も8割4分でしたっけ。打率の割には高いんでね、やっぱ長打力があるんだろうな。出塁率も3割5分だったので、まあ、特別高いってわけでもないんでね。うわー、うわすごい、すごい跳ね返り。黒いとこに当たったね。あぶねえ、あとちょっとでホームランじゃないですか。ここでこの試合2本目のホームラン、ホームランじゃない、ヒット浴びちゃったね。スプリットボールが完全甘く入ってますから、それは打たれても文句は言えなせんでしょう。流して、ロペス取った、よく取った。はい、亀井はランナー三塁に進塁ね、 OK、 三塁に進塁、2アウトランナー三塁、ピンチでRが抑える。次のバッター小林、何の怖さもないけどね。はい、ど真ん中ヒット、
2ストライク。もう1球ね。ラスト1球。はっはっはっ、ファールだよね。ふう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 、すごくわかるよ。それからツーシームボール振らないのね。カーブボールはどうだ。ほい、振っちゃうけど当てるのね。じゃあこれはどうだ、振れるか。はい、グッバイ。ヘタクーソ帰れ。キャッチャーだけやってろ。打つな。ピッチャー立たした方がまだ打てるわ。ありえないね。ほう、豪快のピッチ乗り切った。あぶね、亀に豪快な一発だね。やっぱ気をつけないと。今日絶好調ですから、タイミングにも強いからね。まあ、今のは完全に黒田のミスですけどね。やっぱあの手の球投げちゃうと打たれるのがこのプロスピ最高難易度スピリッツなんで、ああいう球を投げないように今後はしていかないとね。いや、もう絶好調ですよ。今日の投球内容はこんな感じだね。カーブを多く使ってるのか、後半からちょっともっと球速を生かしていくピッチングでもいいかもしれないね。さて、代打村田。村田なのね。一瞬誰が、その辺のおっさんが打席に立ってるのかなと思った。なんだこれってなっちゃったよ。こんな太かったっけ。どうせ打てねえんだから帰れ豚。惨めに三振するだけだぞ村田。落とすからな、落とすぞ。ほい、振らないのね。いいね、ナイスセンス。これなら横浜は帰ってきてもいいと思うよ。はい、三振ね。グーバイ帰れ。岡本の代打も奪われ、でスタメンも奪われ、代打出てきてきて空振り三振、帰れ。生きる価値なし、野球選手としてね。もうダメだ、引退する時だね。このプロスピではね、ひどいことになってるよ、本当に。村田さんはね。でもこれが現実なんですよ。はい、OK。ナイス。ここも抑えて、2アウト。イエス !6 回あと1人。QS 達成まであと1人だよ。QS なんてもう、どうでもいいね。この試合も完封完投で、完封でしょ。完投じゃない、完封なんだよ。あら、ちょっとスライダーが甘く入ったが、これもファールになることは全く計算済み。全部わかってるからね。あのボールは絶対にファールになるって投げたから。そう思って投げてるから。これもセカンドゴロ。おいおいおい、見てる巨人ファン何も楽しくないんじゃないのって、内野ゴロばっかり量産しやがって。やる気の問題だろ、お前。叩かれるぞ、こんなクソみたいな野球しとったら。さて、どうだ?まだまだ点入れていく。いっちゃおう、いっちゃおう。4点目いっちゃおう。はい、素晴らしい。荒波4点目ね。もう、本当に、打つよね。手加減知らないよね。でもそういう球団好きよ。大好き。在庫物だね。さて行こう。7回の表。はい。まあそうですね。非常にいい感じで投げれてますから。まあ最後まで。ああ、詰まったか?ファール。また計算通り。7回抑えれば、この回抑えれば HQS だ。球数も60球とめっちゃ少ないしね。はい、三振。帰れ。打てへんて、もうバット持つのやめたら逆さに持ちなさい。そうするとなんか打つ確率が2割近く上がると思うよ。はい、ここもアウト。イェイイェイ。さて、またあと1人。あと1人でこのイニング終わり。早いな。早いな。なんなの?こんなにスムーズに試合運ぶことはなかったけどね、シーズン3は。今日は男気が調子いいのかな、巨人がしょぼすぎるのかな、どっちが正解なんだろうね。まあよくわかんないよ。絶対まあどっちもなんだろうね。どっちも条件が合わさるとこのようなね、めっちゃテンポの速い試合になるんだ。はい、これも内野ゴロ。俺がもし巨人ファンだ、もうテレビ消してるね。テレビ消してインターネットも繋がないようにするわ。もう情報を入ってこないように。こんなの巨人じゃねえと、見たくない現実から目をそらし、耳も塞ぎですね。もう今夜は寝るね。いつもより早い時間だけど寝るよ。完璧です。さて、8回のピッチングいきましょう。被安打はたったの2本のみ。はう、甘く入るなよ。先打たれてるからね。完封でいきたい男気にとって、やっぱちょっと亀井というのはね、怖さはあるかな。長打力もあるしね。それもに加えて絶好調ですから。甘く入ったが、おー、引っ張りシフト。深いとこ守るね。ナイス。これでワンアウト。いいね。あんな深く守るんだ。あれでヒットにならないっていうのかわいそうだけどね。思いっきしライト前の打球だけどね。俺がバッターならブチ切れてるよ。でもまあ俺バッターじゃないしね。俺今違うんで、全然ブチ切れないけどね。よし、これで2アウト。さて、あと1人。はい、あと1人。さあ、あと1人で終わりだよー。終わりだよー。終わっちゃうぞー。8回も終わっちゃうぞーって。おい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 。はい、終わった。なんじゃこれも。何も楽しくねえやんじゃこれ。なんだおい。お、
いいね。もうこっからまた1回のイニングからやり直してもいいくらい元気あるよ、今の男気は。もういい、いい、言うよ。言っちゃうよ、そういうことね。うん、もうこれは弱いですわ。さて、9回の表です。完封勝利なるか、今季1回目のね。さて、行こう。ヒアンダも2本。完璧なピッチングだね。本当に今日は打たせて取る。球数ももう73球ですからね、現時点で。これも100球1個となく完封いけそうだよ。どんだけエコなピッチングだよ。これはもういろんなチームのね、投手からリスペクトされる男気ですわな。理想的な本当に。先発投手としては最高の投球内容だけどね。はい、三振！グッバイ男気トゥーシーム！打てない。わかってるからね、打てないと思ったから投げたんだよ。はい、この打球は。あら、ここでヒットか？ロペス走って！イエーイ！危ない危ない危ない！ロペス走っちゃダメ、そっちベースにちゃんといて。はい、2アウト。さあ、あと1人。あと1人。今日の片岡くんは何もできていないね。男気の前に無様な結果になってるよ。でもそれは無様じゃないんだよね。男気打てないのは当たり前のことですから。ね、仲間はたくさんいるしね。打てないのはお前だけじゃない。落ち込むことはない。まあ、俺がバッターなら引退しようかなとは思う成績ではあるけどね。ここまでバカにされたらね。さて、どうだ？あと1人。はい、ゲームセット！レッツゴー！今季初の完封勝利！何にも苦がなかった試合だね。ピークは1回の表っていうね、坂本にヒット打たれてね、あれだね、あれがピークだよ、俺の中で。その後の仮面打たれたけど、正直あの場面も抑えれるって分かってたからね。小林だったので。ああ、もう本当に気持ちよさしかないね。無四球完封ですよ。ただね、いつも以上になんか面白くない試合展開だったんじゃないから、ほんと簡単、イージーすぎてね、すごくイージーでした。なんだろう、難易度の優しいでやってんのかな、俺。そうじゃない、スピリッツだけどね。本当に今日はなんでこんなテンポよく抑えれたのかわからないくらいに。やっぱ巨人ってしょべえわ。巨人の時代終わりだわ。そしてまあ1回からこれだけの援護くれましたからね。2点くれたので、それもあってですね、いつも以上の力発揮できたんじゃないでしょうか。今日の男気の投球内容を見ていきましょう。9回投げて打者29人に対して球数81球、被安打2本、三振が8個で失点0、自責0で、防御率は 2.61、今季2勝目をマークすることができたね。ありがとう！すべての生きとし生きるものに感謝したいと思う。そんな試合だったね。あともう巨人さんは終わりですね。巨人の終わりと、これからの男気の活躍を期待させてくれるような、そんな試合になりました。おー、あー、次回ついに来たね！古巣広島戦だよ！今までなかったんだが、いいだろう、巨人もボコボコにして、じゃあ次は古巣の広島を男気に見せていこうかな。あの球団ももう何の価値もない球団ですからね。これから横浜一強になりたいと思いますのでね。さて、現在の横浜はリーグ5位。しかしその差も2ゲームですからね。ほんとセリーグは混戦ですよ。セリーグ以外、あの中日以外はね。見ていきましょう、試合展開を。頼むよ。いい流れでね、行きたいね。連勝連勝と行こうよ。あー、うち。これ負けちゃう。これ負けちゃうのね。10対9。壮絶な打ち合いじゃないですか。菅野、これで勝っても嬉しくねえだろ。いや、嬉しいか。防御率1点台で負け越してるからね。それは嬉しいでしょうね。勝つという喜びを知りたいんだな、菅野は。いやいやいや、しかしだね。この試合は勝ちたかった。10対9か。壮絶な打ち合いも虚しくだね。さて、巨人戦最後になるね、これが。どうだ？マチョミラ、期待するよ。連勝は止まったが、また作ればいい。おー、さよなら勝ちか！ナイス！ 4 対3でさよなら、これは非常にいいぞ。さて、これから中日戦が始まるね。この3連戦は出番はないですが、チームの勝利を信じてね、ベンチで言いましょう。どうだ？ 2-0 で敗北は、もう勝てない。はぁ、連勝で行こうって言ったじゃん。だってさよなら、さっきさよならしたじゃん。なんでそこでさよならできて、ここでできないの？おかしいでしょ。中日ボコボコンしていこうよ。さて、今日の先発、大野ね。大野と石田の投げ合い。サウスポー対決は、軍配は。イエース !2 対1、ナイス！下したね、大野を。イエーイ、どうだ、悔しいだろ、悲しいだろ、大野。うちの横浜、そして石田を舐めるんじゃねえと、一つ言ってやりたいですね。さすが、いいピッチャーだよ。日本を代表するサウスポーピッチャー投げ勝つ。これはもう、日本を代表するサウスポーはやっぱもう石田のものになりつつあるね。さて、最後ですね。
中日3年生の3戦目行こう。うおー、イエス、この、あい、これもサヨナラ勝ちか、2対1ですわ、ナイス、多いね、サヨナラ。見てる方としてはもう最高の球団だけどね、こんだけサヨナラしてくれたら盛り上がるね。じゃあ、この中日戦は2勝1敗で幕を閉じましたね。現在の順位はどのようになってるんだ。おー、リーグ4に上がることができた。ただ、ゲーム差はちょっと開いてるね、3.5 ゲームとなってますが。イエス、また一つ順位上に上がれましたよ。そして、次回はこの広島戦。投げ合うピッチャー、福井ですか。おいおいおい、前剣持ってこなくて大丈夫、ジョンソン持ってこなくて大丈夫か、福井でいいのか。いいんだね、わかりました。じゃあ次回は福井との投げ合い勝っていきたいと思いますのでね。じゃあここまでの男気の成績を見て今回は終了しよう。現在防御率ランキングでは、おお、トップ10に入ってきたね。現在はリーグ8位ですね。 2.61、 投げたイニングは48回、3分の1イニングを投げて勝率は4割、2勝3敗となってるね。で、登板7試合で完封が1、完投が1です。今回の実況で初めて達成することができたね。QS は6個、HQS は3つ、これ3戦連続 HQS だね。完全に男気ペースできてるね。で、奪三振56個で与えたフォアボール9個、被打率が、2割9分1まで落としてきたよ。2試合前までは3割6分4割近かったんだけどね、すごいね。ただ得点圏被打率はまだまだ高いまんまだね。こうやって見ていくとわかるけど、他のピッチャーと比べても異常な数字だろ。ジョンソンすげえなジョンソンになりたいね俺は。対右左率が2割1分6、対左が3割7分。で、ウィップは 1.32 と、今回も完封ですね。今回初めての、シーズン3初めての完封勝利でですね。だいぶね、また成績を落としてきて、もう気がつけば防御率 2.61 ですからね。巨人相手に最高のピッチングをすることができました。次回は古巣広島戦。ここでも最高のピッチングをしてですね、今季3勝目を挙げていきたいと思いますので、次回の男気物語もお楽しみに。グッバイ、また会いましょう。